シャーマンキング言霊モードフラワーズ。皆さんこんばんは。テレビアニメシャーマンキングフラワーズで朝倉花、朝倉陽の声を担当しています、ひかさようこです。この番組は現在放送中のテレビアニメシャーマンキングフラワーズの魅力と情報をゲストを交えてお届けしていくラジオ番組です。わーい、始まりました。イエーイそうなんです、シャーマンキングフラワーズの前 の、 あのシャーマンキングの時の言霊モードも、あの朝倉陽役としてですねラジオをやらせていただいてたんですが、その時は結構毎週毎回2回ごとぐらいかなにゲストさんをお招きしてこうやったりとかしてたんですけど、結構いろんなゲストさんに来ていただいていろんな方にお話を聞かせてもらってたんですが、まあ、今回はですねフラワーズということでゲストパーソナリティとしてお迎えしてじっくりお話ししたり、まあ、その分、まあね、作品の話もできるけどそうじゃない話もいっぱいできるんじゃないかななんて思っております。はい、ということで無印の時に放送されていた言霊モードなんですが、それがもう2年前。え、私シャーマンキングやってた時そんな若かった？だって言霊モードやったのって確かもう後半、放送の後半の時だったから、アフレコやってたのもっと前だ、もうじゃあ3年前とかだ。いやー、あの頃は若かったよね。もうフラワーズは、まあ、今2024年に放送してるんですけど、アフレコやってたのがねもうほんと1年前くらいだったりとかしたんで、記憶を呼び戻していきながら記憶を蘇らせていきながら、お話ししていければなと思っております。放送中はぜひ X などでハッシュタグ言霊モードをつけて感想などをつぶやきながらお楽しみください。言霊はひらがな、モードはカタカナです。それでは最後までよろしくお願いします。ラジオシャーマンキング言霊モードフラワーズスタートです。ラジオシャーマンキング言霊モードフラワーズ。改めましてひかさようこです。では早速今回から4回。信じられない、信じられないよね、4回ってない、長いです。4回にわたって一緒にお届けします、うん、ゲストパーソナリティに登場していただきましょう。お願いします。はい、しかも4本撮りですね。言うなよ。写真見たらわかるけど。確かに。皆さんこんばんは。テレビアニメシャーマンキングフラワーズで朝倉ヨハネの声を担当しています堀江俊です。よろしくお願いします。お邪魔します。ホリエルだ。ご無沙汰してます。アフレコぶりで、いやお前一回あったろ年末。えお前年末一回あったやん。ありましたね。あれ、ん、代々木であったじゃん。代々木で会いました。会いましたね。忘れてた。忘れ、いや試しました。会いました会いました。でもあれあったにカウントしていいんですか？恐れ多い。そんなカウントしていいでしょう。本当ですか？オーディションだったんですけれども、そう15分ぐらい結構ずっと喋ってたよね。そうでした、そうでした。でホリエルの髪の色がなんかすごいことになってて、うんうん、あ、なんかビジュアル系みたいになってるねみたいな話をしたんだよね。そうですね、そうでしたね。今日もそんな色なんですけど、うん、でもだいぶ色落ちたね、ちょっとね。でも入れたんすよ。そうなんですよ。本当？そうなんです、このラクーンドッグの社風で。え役者大体最近絶対入りたくない。役者本当にほとんどの人が今もうカラフルヘアーズになっちゃってるんですけど、ね、なんかポップな、なんか目指してんの？なんか何にもないんですけど。そうなんですよ。え、社風、え、他誰？社長を筆頭に。社長筆頭だよね、はい、なん
かそんなイメージなかったけどさ、え他は誰が、あファイか、ファイとか高森さんとかも、あ本当、うん、岩見頼む頼む、お前だけは守ってくれ。そうですね、岩見ちゃんは死守しなきゃいけない。彼女がピンク色とかになったら私泣いちゃう、ほんと殴りに行っちゃう。あでもその素質あるんじゃないですかね。ある彼女結構メラメラ闘争心あるタイプなので。ほんとシャーマンキング出てない人の名前めっちゃ出しますけど、ラクンドクラジオじゃないんだよ、んここは。ほんとにでも光栄です。こうやってこうひかささんとお話しするの僕マジで初めて、公共の電波でも初めてですし、なんだったらあの本当に裏でもね、裏でも本当にそう、あのアフレコの時も、うん、あのホリエルは全然喋ってくれなかったんですいや、まあ、みんなね、みんなそうだったかな。そうですね、特に、まあ、シャーマンの現場はあのピリッとしてるからね。ピリッとしてましたね。ピリつくピリついてはない、ピリついてはない、背筋がシュッとなるような結構みんな真剣だったからね、うんうんうん。まあ、でもだいぶ私ホリエルとは、はいはい、あの席が隣なことが多かったから。そうです、覚えてないの。覚えてます覚えてます、そうでした。結構隣のことが多かったから、うんうん、割となんかよく喋ってた記憶があるんだけどいやこれが面白いのがホリエルがアフレコ終わるとなんか関係値がなんかねリセットされちゃうみたいで、なんかあれ結構仲良くなれて終わったなみたいな、ヨハネと仲良くなったとかって思ってたんだけどなんかその後なんかね終わった後になんかね、うん、ありがとねみたいな LINE を送ったんだけど、はい、なんか急になんか冷たい LINE が返ってきて、いや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 、え関係値ゼロに戻ってんのみたいな。いや違う違う違う、第1回に戻ってんのか。大先輩ですから一応そんななんか砕けた感じにね、イエーイみたいな感じにしてほしかった。イエーイで行くのはあれかなと思って、ただ確かに僕はめっちゃ関係値リセットされちゃいますね自分でも自覚してます、それは。なんでなんですかね。なんかいるよね、そういう人いるよ。でもなんか、うん、今日はだから年末になんか話したなんか記憶が私の中にあったから、はいはいはい、あなんかリセットされたところからまたちょっとなんかちょっとホップステップでホップステップしてくれた。確かに確かに、うん、よかったと思って。いやでも本当僕アフレコ中は本当氷笠さんだけが心の頼りでした。えそんな、なんか重た何え本当結構なんか美馬さんにいじられてるいじられてたよねめっちゃいじられてたのでそうだよね。でも氷笠さんがいじられることで現場の雰囲気が一瞬ゆるっとなる。ゆるっとなってた。あなってました。なってた、うん。あホリエルはあれだよね、あの美馬さんの現場自体が初めてだったんだよね。あでした、うんうん、でしたです。なので余計本当にあの、はい、めっちゃ集中しました。なんかさこう芸あのこの業界の中でさこう美馬さんの現場はすごくやっぱり、うん、こう真剣ですごくなんていうの厳しいという言い方はちょっと違うんだけど、なんだろう、こうできるまでもうとにかく追求していく現場ってい う,、うんうん、ていうはい、ね、っていうお話も聞いてましたし、うん、勝手にそういう話を断片的に集めて、美馬さんの現場ってめっちゃ怖えんだってお前言ったないやいやって思ってた、思ってたんですよ。でだからシャーマンの現場入る前も上坂さんとレギュラーが一緒だったんですけど、あそうな、別の現場で、あの今度シャーマンで美馬さんの現場僕初めてなんですよみたいな、うんうん、緊張しますねみたいな、二人でガクガクしながら、うん、あれで第一回の時のもうなんかおはようって言った時のもうホリエルがもう本当に小鳥さんみたいな本当ガタガタしてて、いや本当に緊張してましたね。いやでも本当自分の想像でめっちゃ怖くしてただけだったなと思いました。いや本当そうなんだよ、うんうん、私もでも多分シャーマンの初回の時は結構でもそういうもあったかも、うんうんうん、イメージで勝手になんか怖い人なのかもみたいな思ったりとかもあったけど、うんうん、ね話してるとね、うん、なんかすごくすごい優しい愛らしい少年みたいな方なんだよね、うんうんうん、すごいなんか本当お父さんみたいな、お父さんと少年をなんか行き来してるみたいな、うんうんうん、この前もお会いした時このラジオ今度氷笠さんとやるんですって話したら、あ本当なんか氷笠大丈夫かって言ってました。いやだめだめ、どういうことかあいつ面白くできんのかどういう意味だよあと来たがってました。あ本当、うん、そうあのね前回のそのシャーマンのラジオの時に美馬さんを呼びたいですって言ったんだけど、あいや呼んでほしい、いやなんかちょっとみたいなあ、美馬さんが？いや、美馬さん、美馬さんがじゃないかな。ガラスの向こう？多分ね、登場人物がやっぱ多いから役者さん優先みたいな、うん、多分感じだったみたいで、だから私もだから美馬さんとね、めっちゃ聞きたいですけどね。なんか美馬さんともっとなんか真面目な話をしたいのに、めっちゃしてほしい。そう、ご飯をね食べに行ったんですよ、ホリエと。いや懐かしい、行きましたね。
これさ、もしかしてさ、うちら4本撮りなのにさ、1回でさ、すべてのエピソード出しすぎじゃない？ちょっと出し惜しみしなきゃ。もうちょっと出し惜しみしなきゃ。本当ですよね。だってせっかくいろんな人呼びたい人が美馬さん含めいる中で、なんで僕4回連続なんかね、まあ、すみません本当。スケジュールの都合だろうね。みんな忙しいから。そうね、じゃあちょっとね、あのこのプライベートの話とかちょっと取っといて、はい、もうちょっとなんかアニメの話しましょう。そうそうそう、ね、アニメの話、はい、一足、ね、第1回のあらすじをお願いします。はい、第1回のあらすじはですね、はい、ハオがシャーマンキングとなり、戦いの幕を閉じたシャーマンファイトから14年後の踏ん張りが丘、はい、朝倉陽とアンナの息子花は朝倉家の次期当主であります。両親の才を受け継ぎシャーマンの力を使いこなすも、養母の玉尾から力を制限するよう言われ鬱屈した日々を送っていました。しかし裏朝倉家の次期当主を名乗るヨハネが現れ、その日常が一変、新たな戦いの幕が上がるという内容になっておりました。真面目じゃん。いやいやいや、ここふざけるわけにもいかないです大事なアニメのあらすじですけれども、でもめっちゃ絵綺麗でしたね。めちゃくちゃ綺麗だった。超ぬるぬる動くし、ね、オープニングもエンディングもめっちゃかっこ、曲もかっこいいし、ね、それに合った絵もめっちゃかっこよかった、ね。なんかさ、私たちがアフレコしたのが実は本当にちょうど1年前ぐらい。そう、あーそれぐらいになりますね。去年の、あ、じゃあ一昨年だ、うん、一昨年の12月くらいからアフレコをスタートして、 その時点でもうすでに結構絵できてたよね。そうか、そうですね。なんだったら歌もちょっと入ってたんじゃないかぐらい。歌も入ってた、もう入ってた、うん。だからね、もうお芝居の話にも、まあ、私たちのね役作りだったりお芝居とかも、うん、やっぱこの絵に負けないように、うんうん、やっぱ作っていかなきゃいけなかったからね、うん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 、やっぱね、まあ、ホリエルはさ、まあ、今回、まあ、シャーマンキングっていう作品がさ、はい、初めてだったわけじゃない？でした、ね、どオーディションだったりとかしたの？オーディションでした。でも、はい、僕はでもヨハネだけ受けて、ヨハネで、あ、ヨハネだけ、受けたんだ。ヨハネだけです。確かに学校とかも確かに受けられたんですかね、わかんないですけど、僕どこまでがやってんじゃないかな、やってましたかね、オーディション対象がどこまでか。アルミもあったと思う、あったって聞いてる。他でもヨハネ一本で、それこそ、花はオーディションだったんですか？花はオーディションじゃなかったっていうのが、うんうん、そのシャーマンキングの、その無印の方のシャーマンキングで最終話にあの幼少期の花が出てくるのね、うんうんうん、ちびっこの花が、うんうんうん、でその時の花をなんか他の人が私はやるもんだと思ってて、はいはいはい、誰がやるんだろうみたいな、うん、でフラワーズもきっとなんかこうやるのをこう目指してると思ってたからっていうのも聞いてたから、うんうん、そのフラワーズを見越してきっとなんかオーディションをやってるんだろうな、決まった人が来るんだろうなってって思ってたら、なんか3日前くらいの交番表に、なんか、あれ、なんか金役で日笠陽子って書いてあって、あれみたいな、なんか私やんけって金取るってなって、はいはいはい、多分その金ので花をやると多分あのこの先見てもらうと分かるんだけど、幼少期の花も、うんうん、まあ、このフラワーズでもまあ出てくるので、うん、でしたね、まあ人を変えるわけにもいかなくなったんじゃないかな。なるほど。なのでまあそのまま継続でやらせていただくことになった、でもタイプがね、全く違うキャラじゃないですか。すごく花はやんちゃで、そうね、タイプが違うけどやっぱり陽と同じ年齢を演じなきゃいけないっていうのが、うん、年代感が同じだから、はい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 、それは結構悩んだところではめっちゃすごいことですよね。あったかもね。だいぶタイプは違うけど、なんか花の中にちょっと陽をにじませるみたいなこととか、どういうアプローチで。いや逆に陽をと一緒じゃんって思われたくなかった。あ、なるほど。だからその思いがすごい強すぎて、はい、第1話のアフレコの時に、うん、もうあのテストが終わった後にあの美馬さんがバーンってわーって入ってきて、音響監督さん入ってきて、はい、いやなんかちょっとなんかそれっぽいだけだなって言われてましたねガーンみたいな、もう用途変えよう変えようっていうのがもうにじみ出すぎて、うん、もうしかも全部バレるっていう、そうそう、それはでも今思うとすごいなと思うよね。なんかそれっぽいだけだよってこう言える、それをこう聞きながらそう思える、うん、その音響監督さんの耳とかハートがすごいなと今は、うんうん、やっぱもうめちゃくちゃ、でもそれで私もう天の弱なんで、それですごいなんか
めちゃくちゃイライラして、あれ何クソってなったの。もうブチギレ、マジっすか。悔しくて、悔しくてマジでブチギレてて、絶対言われたくなかった言葉だったからクソってなって、それで2話から結構だから花になれたのはそのおかげ。あ、そうなんすか。え、気づかなかった。え、めっちゃ逆に見たことないくらいしおしおしてらっしゃると思ってなんか逆に、あ、内部では、内部めちゃくちゃすごい、なんか陽にはなかった、なんかすごい炎があって、あ、そうなんだ、もう絶対にギャフンと言わせてやるんだ、うわーみたいな感じで2話に臨んでた。でも確かに2話ですごいその先週と背中がちょっと違うかもって思ってました。これはガチで、なんかその背中が違うかも。いや、マジで思いました。なんかマイク前に向かう時の速度とかもそうか、なんか早かった。2話は1話の時はオズオズとっていう感じだったんですけど、オズオズとやってた。2話はすごい速度が増してましたね。バッて行くぜ っ, って感じでした。本当におもろ。それは自分では気づかなかった、うん、隣にいるヨハネだからこそ、ホリエルだからこそ気づいたことかもね、はい、うん、でしたかもしれないですね、でしたかもしれないおもろいね、うん、一方でその僕も一方でホリエルはそのあの なんかようやろうとし何モノマネしてるっていう風に、モノマネしてる何でしたっけ、ホリエルが言われたこと、ね、私、うん、私が言われたこと、その隣で言われた後に順番に一人ずつ言っていくじゃないですか。あ、はいはい、あのなんかそれっぽい、それっぽいことやるなって言われて、うん、その後に僕に言われたのは悪役のモノマネするのって言ってたのであの順番に僕はうなだれてたんですけどだからある意味なんかここはなんかちょっとシンクロしてたよね、うん、言われてこうずーみたいなね、はい、悪役のモノマネでも言われてハッとしましたね。なんかそのまあ、読者目線からしてもちょっとやっぱりこう裏朝倉家って、まあ、ルカさんと一緒に出てくるヨハネはちょっと悪役ポジションに移るというか、まあ、まあある意味悪役っちゃ悪役、まあ、最初に出会う敵だよね、うんうんうん、花のねではあるんですけど、その見方するのは本当に視聴者だけでよくって、そのやる側もその意識は持っちゃいけないというか、いや、ね、必要ないんだなと思っていて、本当言われてハッとしたのはなんかすごくヨハネを悪役にしようとやってたのかもしれないなと思って、そこにこうヨハネ自身のなんか信念、裏、自分が裏じゃなくて自分こそが表なんだっていう、でなんで裏って言われなきゃいけないんだっていうその怒りをなんかぶつけてれば、おのずと視聴者がなんかそれをこうまあ悪役っぽくなる、花の背中側に視聴者が立った時に見たらそう見えるだけの話なんだよね。そういう風に視聴者さんがもうあとは解釈してくれるなっていうのをすごく言われてハッとしました。そうそうそう、すごいなんかさ、そう当たり前のことだけど、なんか私たちちょっと忘れがちのとこだよね、うん、若干なんでなんだろう ね、 そうですね、なんかなんでしょうね、なんかこう視聴者目線というか、うん、アニメーションを見る側の目線も持っちゃう時がやっぱあって、いや、あります、あります。時にそれも大事なんですけどね、うん、でもそれは演じる時には一回忘れなきゃいけないものだったりするんだよね、うんうん、本当美馬さんがそこの目をバランスよく見てくださって導いてくださるおかげで、ね、うん、第一の視聴者だったよね、本当にね、本当に。だから1話の時は結構やっぱ時間もオーバーしながらアフレコしたよね。うわ、そうだ。いや、それでもなんか取り切れなかった、取り切れなくて、いや、なんだったら最後ひかささんだけ先取って、いや残ってです。あれ残ってたんだっけ、僕たち先にお邪魔して失礼しまして、そうだった、そうだった。それ見てさらに僕は震え上がったんです。震え上がったの、ひかささんでも居残りというか残って、いや居残りだよ、居残り。え、もうでも日常茶飯事すぎて、あのシャーマンで、あ、そうだ、そういうお話もされてましたねアフレコの時。そうだ、もうシャーマン前回の時からそうだったっていうお話をされてて、あの無印の時のシャーマンは、まあ、夕方夜帯の時間でアフレコをしていたのもあって、うん、だ後ろがないから、うん、もうやり放題だよねてっぺん行っちゃえみたいな、てっぺんまではさすがに行ってなかった16時からさスタートしてて、てっぺん30分アニメでてっぺんってもうよっぽどだけど ね、 いや、すごいですよね。でもね10時半とか、いやでも結構ですよそれは、結構やってた。コロナ禍だったからもうバラバラだったのもあったけど、うんうん、そうね、残ってたね。いや、すごい。
でもそのイズムを初回もちょっと引き継ぎながらっていう、ね、これこれってなったよね。いやそうだった。私いやクソ M だからさ、うん、ド M だから、そうですよね、なんか居残りとかするとなんか燃えちゃうんだよね。ふーんじゃない。まあただまあ M かとは思いましたけど、なんかちょっとわかります。なんかないとないとなんか居残りないと、うん、なんか早く終わるとなんかもう正直めっちゃわかります。僕もなんか和やかな現場あんま好きじゃなくて、なんか本当にシャーマンくらいピリついてる、ないしはそれこそ1話とかもディレクション最初もらった時は、うん、うわできないからもらったんだとか、うんうん、うわ怖いディレクションもらってしまった、すいません何度も何度もやり直しさせてお待たせしてしまってすみませんっていう気持ちがあったんですけど、うん、まあ、もちろんその気も申し訳ないっていう気持ちもありつつ、ディレクションもらうってすごくありがたいことで、本当そう、むしろないことに怯えた方がいいのかもってそう思うくらいにはド M になりました僕も。、うん、このもうフラワーズで鍛えられて、もうください、むしろもっとください。もっとぶってくださいって。もっともっとってなりました。でもこれはキモいね。いやいや同じ同じ同じです多分。っていうねことがありましたけれどもね。すいません、あ、ね、私たちのね話ばっかりしてアニメの話もまたやってないっていう、やばいやばい。いやでも、ね、作品の話してるからさ、まあ、アニメの話も一回ちょっとあの振り返 一瞬振り返っとくと、まあ、そのヨハネがわーっとこうやってきまして、やってきてまあ戦ったかな。怒られるやつだ、やばいやばい、私のダメなとこ出てる。私ねシャーマンのラジオめちゃめちゃ真面目に頑張ってたの、うん、フラワーズでこんな気の抜けたラジオやってたら、はい、本当殺されんぞ。それ多分初回のゲストが林原さんだったっていうのもあるんじゃないですか。前回はそれもある。そうですよね、それもある、うん、でも1話はラストでねアルミさんもちょっと出てきて、そうそう、ね、今後はどうなるんだっていう引きで、いい引きで終わりましたから、そうね、うん。まあ、でもやっぱこう花が出てくるこの制服を着てるで阿弥陀丸がついてるっていうのが結構やっぱ視聴者さんから見た時に、あ、なんかこう陽のそのシャーマンキングの第1話とちょっとオマージュされてるじゃん、墓場のシーンとか。確かに出演する場所とかもね、そうそうそう、墓地とかなんかそういうのを含めて、なんかこう、あ、なんかこう輪廻じゃないけど、うんうんうん、繋がってるんだみたいなのをこう感じてもらえる一話だったなと、うん、シャーマンキングダー感がすごい感じられたんじゃないかなと、はい、思います、うんうん、はい、ということで来週1月16日火曜日からは第2回が放送されます、はい、花とヨハネがぶつかり、その後にこう姉のね、うん、ルカさんもついに登場したりしますので、うん、皆さんぜひご覧ください。お願いします。ではここで1曲お届けしたいと思います。現在配信中のシャーマンキングフラワーズオープニングテーマです。水木奈々でターンザワールド。ラジオシャーマンキング言霊モードフラワーズ。
ビアニメシャーマンキングフラワーズからのお知らせです。テレビアニメシャーマンキングフラワーズはテレ東系列にて毎週火曜24時から、同 BS テレ東にて毎週火曜24時30分から放送中です。 ATX は毎週金曜20時より放送中となります。またストリーミングは毎週火曜24時30分から Amazon チャンネル内のアニメタイムズ、 D アニメストア、 D アニメストアニコニコ支店、 D アニメストア Amazon 支店、レミノにて先行配信中です。その他のサイトでは本日13日より毎週土曜24時から配信中です。皆さんぜひご覧ください。以上、テレビアニメシャーマンキングフラワーズからのお知らせでした。漂う希望、めぐりの糸、手繰り寄せただ君へ、最果てで空を飛ぶ星のよう二人。お送りしてきましたラジオシャーマンキング言霊モードフラワーズ、そろそろお別れの時間になりました。はい、あれあれ、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。テレビアニメシャーマンキングフラワーズを見た感想やゲストさん宛てのメッセージ、コーナー宛てのメッセージなど何でも OK です。メールの宛先はすべて小文字でシャーマンキング N あ、ポリエルと私って結構やっぱ似てんのかも意外と。私もねこれ読めないの苦手なの。シャーマンキングアットマーク joqr.net。 いやでも joqr.net って僕大好きです、すいません。あ、ふーん。またこの番組はキングアミューズメントクリエイティブ公式 YouTube チャンネルでアーカイブも配信されます。あ、そうなんだ。もう一度聞きたいという方はぜひチェックよろしくお願いします。はい、ということで今回は初回の放送をお送りしましたが、まあ、ちょっとね我々ちょっとお芝居のお話ばっかりにわーってなっちゃいまして、役者や役者やだ、いや私たち役者だからさ、喋、はい、るのほらちょっと得意じゃないから。得意じゃない。そうなんですよ。ちょっとねアニメの振り返りちょっと次回にもうちょっとねゆっくりちょっとやりながら、いやなんだったら本当ペチャクチャ喋りすぎてコーナーも2つやる予定だったんですけど言わなきゃバレねえのよ。言っちゃった、まあ、でも大丈夫、ホリエルとやっぱこの後、うんうん、あと残り3回も、うん、今日撮らなきゃいけないから。そうですよね、まだ4分の1か。そう、もう話すことないから。早い、もう枯れちゃった。もう出し切った。なのでご安心ください。はい、はい、それではそれではお別れのお時間となっております。うん、じゃあ大丈夫ですか、いいですか。この時間のお相手はテレビアニメシャーマンキングフラワーズ朝倉花、朝倉陽役の日笠陽子と朝倉ヨハネ役の堀江俊でした。うん、バイバー。え、なんでごめんなさい、ごめん、え、二人バイバーって書いてあるよ。バイバイですよね。せーのっていう、せーの。あんまり女性声優さんとラジオってやっぱないか。いや、むしろ僕女性声優さんの方が多いっす。あ、そうなんだ。初めてです。このバイバイ感覚開けずにすごい爆速でおっしゃられてたのでよほど早く終わらせたいと見えると思って。え、いや流れでいけるでしょ。一瞬ちょっと目くばせ的なのあるのかなと思いきや、ないでしょ、そんなの。いけるでしょ。あ、もうあうんの呼吸なんですね。そう、いけるでしょ。じゃあ堀江俊でした、でもう一回もう一回いきます。わかりました、うん、はい、堀江俊でしたから、はい、朝倉陽子役の堀江俊でした。バイバイ。ほらこれか、ほらほら。あらゆる要素がきっとさざ波のようにつながってる。ディアバンダレイ、共に